にちは。お久しぶりです。元気ですか？あ、レミスタぶり？レミスタぶりか。そっかそっか。じゃあ本当に2週間ぐらいぶりとか。やっほー、前髪切りました。切りすぎとか絶対に言わないでください。早く。リップは、あ、今日昨日イーバスで紹介したのも使ってるんだけど、これがね結構好きなんだよね。手軽に塗れて、これもおすすめ。これね、メンバー結構使ってる、キャンメイクのムチプルティント06番です。これは、そう、ゆきちゃんたちが塗ってたよね、平田ゆきちゃんとか。これめっちゃいい。なんかプランパー効果もあって、唇ぷっくりするし、なんかさ、ティントとかだとさ、なんだろう、鏡水に塗るのむずいじゃん。でもこういうスティックタイプだと、レミ的には鏡水に塗るのも割とこうやってササササって塗ってちゃんと色つくし、色持ちいいからめっちゃいい。これおすすめです。これいろんな色あるからね。あとめっちゃ安い、キャンメイクおすすめ。皆さん日曜日何してますか？リンは今自主練してました。自主練って言っても振り起こし、そう、フェス、それで、なんだろう、タイミング見計らってしたんだけど、ちょっと待って、顔に血色がないということで、ちょっと待ってください。見てこれ、最近ねチークを変えたんだけど、このチーク使ってる。これを塗れば血色上がります。あ、すっぴんじゃないですよ今日は。今日メイクしてる。そう、あ、これはリリーバイレットっていうやつ。これめっちゃ発色良くてめっちゃいいんだよね。平均これお気に入りでずっと塗ってて、そう、このチークになってからめっちゃ褒めてもらえるようになって、これこのチーク超かわいい。リリーバイレットのラブビームです。そう、これおすすめですね。これはパウダーです。普通のパウダーのやつ、2色展開になってて、これはちょっと薄っぽい、あ、やつ。このリップもめっちゃいい。これおすすめ。リリーバイレットのチークデュオ01番ファンキーですね。めっちゃ見て、レミのさ、これもアンテナ使ってるんだけどさ、めっちゃブルベ感やばくない？すごいブルベの人のメイク、青みピンク超使ってます。めっちゃブルベ女感否めない。青みピンクを、なんかそう、ブルベなんですよ、使ってます。ずっと最近ね、前髪をねちょっと変えてて、気づいた？みんな気づいてないでしょ気づいてないでしょ、最低決めつけてる。そう、ちょっとね雰囲気違う感じにしようかなと思って、前髪か試行錯誤してます。あとメイクもね変えたいというか、ちょっとね研究してて、
頑張ってる。そう、ジャカルタ行ってました。私、皆さん聞いてますか？ジャカルタ行ってたんだ。ジャカルタ行って、福岡行って、そう、たくさんいろんな地に足を運んでます。時差ボケはなかったね。超聞いてる、ありがとうね。そう、楽しかった。ジャカルタ、ジャカルタはね、でもなんか海外でさ、イベントリミ初めてだったから不思議な感覚でした。でもすごいジャカルタの方々めっちゃ元気だし楽しかったですね。なんか先輩ばっかだったので緊張もちょっと緊張してたんだけど、でも本当にね、皆さん優しくて、なんか緊張なんて2日目にはぶっ飛んでました。ぶっ飛んでたぐらい楽しかった。優しくしていただきました、たくさん。いや、そう、おもろかった、めっちゃおもろかったよ。そう、あ、そうなんですよ、ゆいりさんと同じ部屋だったんです。ゆいりさんとなんかそんなちゃんとお話しするって機会今までなかったから、そう、楽しかった。ゆいりさんも前でのろけてたよ。嘘でしょ、なんてのろけてたの。え、緊張したけどね、お話ししましたよ、一緒にいろいろね。ジャカルタのテレビ一緒に見たり。そう、あとね、秘密。でもとっても優しくて面白くて、なんかそう、あんまりそういろんなお話もできて緊張してたけど楽しかったです。そこでね、割と距離も縮まったと思ってて、昨日の公演とかも楽屋が隣だったんだけど、メイクの時とかもお話ししてくださったりとか、すごいね、そこからそう、たくさんお話、普通の時もお話しするようになって、慣れて幸せです。そう、たくさんお話できてます。多分そう、4日間ぐらいね、ずっと一緒だったから。まなかさんの動画ね、あれ面白いよね。そう、まなかさんの動画見ましたか？あれはイベントが2時間をしててさ、それ日本でさ、イベント、例えばさ、なんだろう、その今度レミが出るアイドルマニアとかが2時間をしてたらもうありえないじゃん。ありえないんだけど、日本で2時間押すなんてありえないんだけど、ジャカルタでは2時間押すってことに別に抵抗なくて、そう、当たり前みたいな当たり前当たり前みたいな雰囲気があって、2時間ぐらい押して、そう、なんかもともと会場に行く前にもう1時間押してますって言われてたんだけど、まあそれ言われてたからちょっと遅く行ったんですよ、普通のね、帝国よりも。で、1時間押してるんだみたいな、で、まあメイク直ししたりしたらちょうどいいんじゃないかっていう時間に行ったら、そしたら会場に行ったら2時間押しですみたいな言われて、何するみたいな、どうしようみたいな、
感じだったのね。そう、それでジャカルタってすごいポテチが美味しかったのね。ポテチ美味しくて、楽屋とかそうポテチがたくさん置いてあって、ポテチみんなで一緒にずっと食べてたりとか、あとそう、あの動画、お金稼ぐっていう動画を撮ったりとか、あの裏側もねおもろいから見てほしい。そうポテチめっちゃ買った。そうなの、だからなんか日本の当たり前ってどこ行っても当たり前じゃないんだなって改めて思ったね。何、バーベキューとかチーズとかペッパーとかね、いろいろあった。なんか日本のポテチってさ、じゃがいもなんだけどそれ加工されてあるじゃん。もちろんそれも美味しいんだけど、ジャカルタのポテチもそのまま、なんていうの、それはめっちゃ薄く切ってじゃがいも素揚げした感じ、めっちゃパリパリなのよ。だからすごい美味しかったね。そう、学びですよ。スライス系でした。めっちゃパリパリしてて美味しかった。でもなんか日本から駆けつけてくる、めっちゃさ、ごめんねポテチの話してるの。あとはじゃあご飯関連でいくと、そうでもバーベキューとか美味しかった。味濃くて、味濃いの大好きなんですよ。だからめっちゃ美味しかった。あとはナシゴレンがね美味しかったです。ナシゴレン、なんかさ、ナシゴレンってさ、あれなんだよ、ナシゴレンって普通のなんかチャーハンみたいなのを想像するっていうか、まあ一般的なんだけど、ファンミがあったじゃないですか。ファンミのところでもナシゴレンがあって、ナシゴレンをみんなでシェアしようみたいな感じでナシゴレンを頼んだの。あ、まずナシゴレンっていうのはなんか、そう、日本でいうチャーハンとかガパオライスみたいな感じなのかな。チャーハンガパオライス同類みたいな感じで、それでファミの時にもナシゴレン頼んだら、真っ黒のナシゴレンが出てきて、みたいなこれ本当にナシゴレンみたいな。そうそうそう、だってイカスミのねめっちゃニンニクが効いたナシゴレンめっちゃ美味しかったんだけど、そうなんかこれもナシゴレンなんだみたいな、真っ黒のナシゴレンが出てきました。焦げてなくて黒いチャーハン、イカスミチャーハンみたいな感じだった、そこで食べたのはね。でも普通のナシゴレンは本当にチャーハンとかガパオライスみたいな感じのやつでもめっちゃ美味しい。ナシゴレンね美味しい本当に。ジャカルタ行ったら絶対にナシゴレン食べてほしい。なんかフードコート、そのナシゴレンじゃなくてジャカルタのショッピングモールのナシゴレン、ショッピングモールのナシゴレン、フードコートのナシゴレンも食べたんだけどめっちゃ美味しかった。そう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 、なかなか行く機会ないのよ。それはそう、テレマカシー、フランクラン、ただテレマカシー、神 AKB48 生さやレミ徳永参拝中パラギー、参拝中パラギー、わかんないでしょみんな、もう話せるんだから、参拝中パラギー、サンクラン、テレマカシー、生さやレミ徳永、神 AKB48 サランクラン、チョコバナナフルーツ美味しかった、チョコバナナスムージー美味しかった、マジで
本当にね、美味しかったです、とっても。あとクッキー&クリームスムージーも飲んだんだけど、なんだっけ、ブーストみたいなスムージー屋さん、海外では主流なのかな、そう、それのスムージー屋さんがあって、チョコバナナスムージーが美味しかったね。テレマカシー、そうだからね、とてもそう、インドネシア語もうペラペラだから、テレマカシー、サンパイジーパラギー、ナシゴレン、サテも食べた、サテ、サテ、なんか日本でいうあれだよ、焼き鳥みたいな、サテ、美味しかったです。そう、さて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 、甘いタレみたいな、なんかピーナッツクリームみたいなのかな、書いてて美味しかった。可愛いでしょこれ。甘いです。ジャカルタね、なんか異国の、なんだろう、異国の地だったから緊張してたし、緊張してたけど、でも慣れたらすごい楽しかったです。そう、来月にはね、あのマレーシアも行くので、ジャカルタ8時間です。8時間で時差が2時間だったから、逆算してずっと SNS 更新してたりしてた。来月はマレーシア、マレーシア来る人、クアラルンプール、飛行機の中でずっと寝てましたよ、寝て起きて繰り返してた。マジで、ね、一生寝れるんですよ、本当に寝れます、ずっと寝れる。眠昼なんで、機内食は食べましたよ。飛行機は、行きはあやみんさんとズッキーさんがお隣で、帰りは真中さんとお隣でした。そう、マジでずっと眠い、いや眠くない時ももちろんあるんだけど、本当にね、今日のまつげ束にしてません。真中さんをね、仲良しです、仲良くしてもらって、面白い、そう、可愛いでしょパスポートケース、クロミちゃん、クロミちゃんなんです、イエーイ。こんなに先輩と仲良くしてるみたいな、数年前まで想像できなかった。確かにね、わかる。なんかね、本当にね、ここ最近ね、割とたくさんお話し、先輩方とお話しするようになった、嬉しい限りです。一番後輩だったジャカルタで、夏休みとか友達と遊びそうね。なんか花火、昨日それこそさ、隅田川で花火やってたじゃないですか。見ましたか皆さん、隅田川の花火見た人いるのかな。でも浴衣着てる人、なんかそう、劇場にも浴衣着てこれから花火みたいな人いて、すごーってなった。見た人いる？花火、花火やってたのって感じだけど。そう、誰も見て、あ、見た？見に行った？
いいね、花火見たい。花火ってまだあるの？今年さすがにあるか。花火いいよね、夏感じる。さすがにまだある。どこがあるの？多摩川。多摩川ね。多摩川の花火。神田川もあるの。本当か？本当に行ってる？多摩川、神田川。そう、プールも行きたい。横浜？徳川混ぜてこないでもらっていい？じわ。いいね。何これ、何これ動いてんの？何、急に固まったんだけど、何が起きた今。見えてんのこれ。何今の障害。なんか悪いのかな電波。なんか急にさ止まったんだけど、なんで？怖一瞬固まったよね。なんでですか？めっちゃ怖い。何も動かしてない。でもよかった、再開できて。花火ね、夏感じました？皆さん切り替えける？夏感じたかい？夏感じた？今だ感じれてないかな。夏プール行きたいんだよな。でも暑いんだよね最近。本当に地球温暖化進んでて、そろそろ地球心配ですけど、冷やしましょう一緒にみんなで。線香花火、花火したいよねやっぱり。温泉も行きたいって言った行きたいところ多すぎ。行きたいとこ多いんだよね本当に。今年はネイルしないって決めた。地爪で夏過ごそうかなって。そう、ネイルしないんだ今年。長期休み毎年毎回してたんだけど、今年はね、今回の夏休みはネイルしない。バーベキューしたい。わかる、わかんのマジで。カメラ見て。バーベキューしたいよね、わかる。バーベキューしよう。バーベキューってさ夏じゃん。したいよねバーベキュー。わかる、わかゆー。バーベキュー、マシュマロ。レミーさ、ね、お肉焼ける。てか友達と焼肉行ったら絶対レミー焼くもん。なんか人にやらせるの申し訳ないから自分で全部焼く。レミー焼きたい人なんで、お友達と焼肉行ったらレミーが率先して焼きます。焼かなくないですよ、焼く人だよ。そうだよ、人のっていうか、そう、みんなどんどん焼いちゃう。シュシュ、焼きすぎじゃないって言われるぐらい焼く。
寝て待ってる、やばいでしょ。寝ないでください。焼肉最近親友ちゃんと会ってないね、会えてない。会いたいけどね、そろそろ。連絡は取ってますよみんな気にしてくれて優しいね。バーベキューしたいね。あと何、夏って言ったら。夏って何？プール、バーベキュー、羽根、お祭り行きたいじゃん。サンチ食べたい、わかる。韓国料理、なんかな、しゃぶしゃぶ食べたい。しゃぶしゃぶ食べたい。この前、友達と、めっちゃ前か、1ヶ月以上前だわ。でもめっちゃさ、自然豊かなとこ行きたいな。川とか、なんかそう、うち着たいと思って買ったお洋服があるんだけど、それまだ着れてないから、それ着て自然豊かなとこ行きたい。夏フェス行く、最高。夏フェスしよう、みんなでしようって言ってできるもんじゃないけど。そう、ネットフェス、ネットフェスいいよね。え、高校野球見に行きたいな、甲子園。そう、来週 TIFF です、皆さん。でも TIFF の前に31日、しあさってに超アイドルバリアあるので来てください。夜9時ぐらいだから遅いけど、ちょっと。え、ねえ、オリンピックやってるよね、あるので。 TIFF 超アイドルマニア待ってます。ティフ、あ、あって、そうし、アップトゥーボーイも皆さん、あの、見た？アップトゥーボーイ発売されたんですよ、先日。トゥーボーイ見てほしいですね、とっても。いいもまだ見れてないんだけど、でもとってもとっても素敵に撮っていただけたので絶対に見てください。アップトゥーボーイ、これ約束ですよ皆さん。なのでよろしくお願いします。そう、絶対に見てね。アップで PR、アップトゥーボーイだけに。見てね。よろしくね。見なかったら損する。それだけです。エミに以外はないけど、みんなは損するだけなので、はい。そう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 、損していいんですか、この人生。人生さ、損する前に行動しようよ。損でしょ、損したくないなら見て。なんか気づいたら梅のお菓子ばっかり買ってた、怖すぎる。梅干しシート食べます。人生損しちゃさ、よくないじゃん。だから損する前にゲットしてほしいなっていう気持ちがいっぱいです。
ただきます。梅シート、ね、本当に好きなのって来ててめっちゃおもろいんだけど。好きだよ、好きだから買ってんの。でも酸っぱいの、はあ、おいしい。酸っぱいの弱いんだよね割と。じゃあ食べるなって話だけどね。ねえ、美味しいよね。やっぱさ、夏だから。あの梅食べて塩分補給しないとダメなんですよ。ユミちゃん、ミスミン茶好きすぎてずっと飲んでる。ジャスミン。でもね、セブンの方が、ファミマよりセブンの方がジャスミン感あるけど、あのジャスミン嫌いな人でもファミマのは飲めると思う。ジャスミン苦手、めっちゃ好きって人はセブンをおすすめする。ジャスミン評論家。そう、緑茶も好きだよ。緑茶も好きだけど最近はジャスミンに目が行きがち。ジャスミン茶、保証できないからね。みんな最近何してるんですか？ニーは絶賛夏休みです。実は夏休みですよ。夏休みの予定、 TikTok してるんだ。TikTok ね、暑いよね。なんか本当にさ、
え、大丈夫かなって心配になる暑さしてない？最近夏休みはいつもと何も変わんないよね。社会人の方々とか特にじゃない？夏休みなんか学生はさ夏休みだべみたいな感じで夏休みかなって感じだけど、社会人の方々って本当に夏休みって なんぞやみたいななんぞやみたいな感じでしょ多分。なんかねそうだよねきっと何も変わんないよね、なんぞやみたいな。お休みあるけどさ、なんか学生みたいに長期のめちゃめちゃ長期ではないじゃん。だからそれにも高校最後の夏休みだからエンジョイしまーす。お、また痩せた？そう食べてますよしっかり。痩せた、最近痩せたねって言われること多くて嬉しい。宿題ねないんじゃない？宿題把握してないやつおる。ここに宿題あるのかな、分かんない。いや3年生ないイメージだよね。ないと思ってるよ。ないって信じたいけどね。そうないよ多分。ないない、3年生はないんだよ。そうでも青春、海行きたい、海で花火ピョーってしたい花火したいね。あと何ができるの夏って？スイカ食べたり、スイカ割り、そう花火ピョーってね花火の交換、花火の交換でバシャー、バシャーではないな、ピョーって感じ。どういう感じ花火の交換なんてあんの？かき氷食べたい、かき氷食べようよ。あパチパチかかき氷食べたい。そう友達とも話してたんだよね、かき氷食べたいねって。かき氷食べたいな。でもなんか最近暑すぎるね本当に。地球温暖化ですこれ。皆さん気をつけてください、外に出る際は。美味しいものたくさん食べてラーメン食べたい。ラーメンほぼ1ヶ月ぐらい食べてない。いやそれは嘘ついたかも。でもね東京暑いよね、暑いよね。なんか日差しって感じがする。日焼けしてないのは極力外に出ない、いや出るんだけど UV パーカーを着て日傘をする。日焼けしとは無縁の人生を送ってます。日焼けしないようにね。今日のメイクのポイントはタバカンにしてないまつげです。あそうそう、でもやっぱり LJK だから制服もたくさん着たい。そうね制服たくさん着るね。よろしくチークしてるよ。今何時か教えてもらっていいですか？
制服ディズニーしたことないんだよね、レミ。てかディズニーを、ディズニーいつから行ってないレベルで、ディズニー1回しか行ったことないんですよ。小学校幼稚園くらい、21分25分になったら26分になったら教えてください。26分30秒になったら教えて、みんなありがとうね。そう、幼稚園ぐらいの時ぐらいしか行ってなくて、行きたい気持ちはめちゃめちゃあるんだけど、タイミングがなかなかつかめなくて。26分30秒教えてね。最低、最低すぎない？30秒ね。ユニバも1回しか行ったことない、それこそ幼稚園ぐらい。そう、鳥取って日本、やばいわそれ、やばいわ。日本ですけど、めちゃめちゃ日本だから鳥取。鳥取、あ、夏の砂漠とか砂丘とか絶対行かないでね、本当に暑くて暑くて。暑いからね、みんな。でも鳥取来てね、日本だから、東京から1時間半もかかんないで飛行機で行けますよ。そう、めっちゃ近くない？めっちゃ近いよ。1時間半もかかんないね、1時間20分ぐらいで行けるの、鳥取って。東京から飛行機だとね。そう、温泉はハワイ温泉とかミスサ温泉とか海気温泉とか、温泉も有名。夏のでも大山の木陰、大山の川はめっちゃいい、涼しくて夏だけど、マイナスイオンやばくてめっちゃおすすめ。あとはね、どこだろうな、でもね、そうなのよ。だから鳥取来てください。砂丘は、砂丘ってさ、まあ、こうなってんのよ。めちゃめちゃ高くててっぺんまでしか見えないけど、普通にこうなってて、ずっと砂じゃん。ここがこうなっててね、で歩くじゃん。だからね、よくニュースとかで取り上げられるのはこっち側なんだよ、こっち側ね。で これで言う右側、この砂、ずっと砂みたいな砂で、頂上まで行くとあっちにね、海が見えるの。だから冬とか寒い、結構潮風で。そう、下だから本当に山をこうやったら普通に海があるから。そう、でも上まで行くのがまたしんどいんですよね、登っていくのも。ほぼトレーニング。砂丘っていうのは、砂丘に何しに行くんですか？トレーニングしに行く、そして自然を見に行く。どうですか？ラクダ乗り行ってください。おすすめですよ、鳥取。あ、砂丘なんかね、鳥取来たらね、まあなんか車がないと不便な部分はめちゃめちゃあるけど、でもめちゃいいところなんだよね。ラクダいるよ。てか出張公演、皆さん発表されたんですけど、どこ来てくれますか？レイが10カ所行くんだけど、レイミーが一番激アツだなと思ったのは沖縄。沖縄行ったことないんですよ、生まれて初めて。やばい、バカがバレる今のこと。生まれてから
でずっと行きたかった場所だからすごい嬉しい。そのあとはね、でも全部嬉しいかも。なんか中国地方ね、わかる。昨日初めて30秒、ほんとありがとね。そう、あの沖縄はなんか行ったことないんだけど、レミがママのお腹の中にいる時は行ったことあるらしい。レミだけ行ったことないんだって。だから早く行きたい。そう、海ぶどう食べたいんだよね。海ぶどう、あと沖縄沖縄そば沖縄そば食べたい。なのでね、これからたくさんいろんなところ行けるの本当に楽しみ。なので皆さんもね、無理せずに来れるところは当たったら来てください。そう、来そう、それ、そう、来そう、そう、来そう、そう、来そうね、これから。じゃあ時間になったらしいのでランキングを見たいと思います。間違えた。13位、イーサさんありがとうございます。12位、プロジュさんありがとうございます。チチビル6番さんありがとうございます。14王子くんありがとう。キュウキタンありがとう。チヤマちゃんありがとう。イサキボンちゃんありがとう。6位30代になった、おーなったまでしか読めない。6位の方ありがとうございます。5位カモちゃんありがとう。4位ミズレミグミさんありがとう。3位永井さんありがとう。2位ササジありがとう。そして1位ブースさんありがとうございます。じゃあラキレミ、おお、23位ひかりちゃん、ひかりちゃんありがとう、おめでとう。ドゥンドゥン、あ48位なおアットマーク MZD さんありがとうございます、おめでとうございます。ラスト73位オレオオズさんありがとうございます、おめでとうございます。皆さん急に配信しちゃってごめんなさい。見に来てくださってありがとうございます。貴重なお休みを。待ってね、じゃあスクショタイム。ありがとう。またじゃあ、またいつか配信します。また会いに来てね。ありがとう。残りの日曜日も楽しんでください。またね。バイバーイ。ありがとう。